どんな風に映ってるか、久しぶりのヘッドマウントなんで。こんな少しとかんでもいいもん。うん、あ、これ目線は高すぎるのかな。高すぎってことでもない。高すぎってことでもない。おはようございます。おはようございます。私弱いもん。今日はゴールデンウィークですので。船のことばっかり。船のことばっかりでしたね。もうゲロ吐きそう。3日間。今日5日子供の日だ。今日こそ子供の日なんですね。私たちの知った、私たちあの魚釣りを体験させていただきますので。違う。私そういう配置に酔わないようにしてください。はい、じゃあまずはね、ちょっとねエンジンかけるところからなんで、でいいよ。よし、カバー外して、でバッテリーがね、船側をね、昨日休みの間にやり替えたこのバッテリーを今から接続します。せっかくだから、よいしょ。はい、サブバッテリーも鉛に変えました。設定は、鉛に変えました。ここ でこれがメインスイッチと、これがアクセサリー用のスイッチです。あ、ママに着せてもらい。かけます、かけます。ほら、なんてことはない、ね、ちょっと今日はヘッドマウントで船長目線でいきたいと思います。今日はね、船長目線。船、船引っ張って。はい、じゃあ出発します。ここ開けてみましょうか。これ、これ、はい、こういう感じです。何が飛んでいく？帽子が飛ぶ。エミちゃんの帽子も気をつけとき。バイバイ、タコだ。めっちゃうまい魚を釣りたい。ほーら、これが西港です。大丈夫、エミちゃん濡れた濡れた、塩水。顔出してごらん。見える、見える、見えるよ。さあ、天草の内海にやってまいりました。内海は湖のように波がなくていいですね、キッズ。なんか釣りしてる人もいるし、この辺でなんかやってみる。ここあのダイソーの仕掛けで釣れんかやってみよう。あれ、なんか陸に船が打ち上がってます。ここの施設なんでしょうね、ここは。お腹すいた、グーグー鳴ってたらお腹がボコボコになってさ、吐きそう。はい、あんたたち何食べるの。お腹すいた。サーモンの寿司。じゃあ100均の仕掛け使って奇数が釣れないか試してみよう。ジグサ引きに重しをつけて、こういうワームをつける。さあ近い。
浅いよ、 7.5メートル。こんなところでこういう仕掛けじゃ釣れないよ多分。釣れるときは入れてすぐ釣れるもんね。何がサビキ。子供たちは勝手にフライングブリッジしてます。まあ釣りをしてる人もいっぱいいますけどもですね、なかなかやっぱ今日用意した仕掛けでは何もここでは釣れませんので、ポイントを移しながら晩ご飯のおかずのガラカブでも釣って帰りたいですね。もうご飯にするもん。まだ10時よ。引き波、引き波が来るから揺れるぞ。そこに取っ手があったらいいね、横にね。ここに座っとけばよ、ここに座ってさ、ここ持っとけばよくない？あっち向いて、あっち向いて、あっち向いて。あ、引き波、引き波。大丈夫大丈夫、そんな線でも大丈夫だけん、ちょっとほら。じゃあ別のポイントに移動しよっか。手で振っていこうな。エミちゃんが一匹ガラカブを釣りました。それ以外は特に変わった状況はありません。なのでランチタイムです。お湯を沸かしてます。エミちゃんできたよ。あ、パパプレゼントプレゼント。なんでパパこれプレゼントプレゼント。あれは仕掛けの浮きですね。もういい。南風が強いですね、今日は。だから波は立たないけど、風がだいぶ強くなってきた。よいしょ、ご飯タイム。よし、じゃあ今日もラーメン乾杯。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 えみちゃんが食べたかった林飯。じゃあいただきます。北海道産昆布。チキンラーメンです。何？この動画でさ、あのさ、デレデデ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 デの音楽つけて。何？さっき聞かしたところ見せて。さっき聞かしたところ。こう。ごめんね。パパと私はね、ミルちゃん育ててるんだよ、上手。私だって私お母さんとし。よし、ポイントついたぞ。投入してみます。なんか変な、ほら、なんか海藻か、海藻ポイントか、これ。ちょっと子供が落としたグミをつけてくれってうるさいんで、とグミをつけて。エマちゃんが落としたやつ、そう、食べたい。グミも餌にして行ってみよう。グミ食べるかな。南北四かかった。嫁ポンかかった。何が釣れた。おー、いいサイズゲット、イエーイ。ちょっとちょっとちょっと、エミちゃん、エミちゃんこれ持っとって。大きいよ。大きいじゃん、いいサイズじゃん。ちょっと引っ張って引っ張って。おお、エマちゃんも、エミちゃんも来た。見てこの格好。ちょっとちょっとちょっと上げて、差を上げて。ちょっとちょっと待って、これさ、ペンチ。はい、差を上げて、はい、引っ張って引っ張って。ビクビクしてる。
よし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 。よしよし。上げて上げて上げて。おお釣れた釣れた。おお重い重いはず重いはず。二匹釣れてた。よし。だから重いんだ。これ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 。入れる入れる。ちょっと待て。よし。いいぞ。入れてごらん。この調子で入れましょう。入れてごらん。これ重いから無理。はいはいはい。ちっちゃいのしか無理。グミも食いよったな。来たの？そこの方トントンさせとき。いいじゃん来た。いいじゃん来た。痛い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 上げて上げて上げて、もっと巻いてもっと巻いてもっと巻いて巻いて巻いて上げて、あーちっちゃいのが2匹。はい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 、分かった分かった。はい、そこに待っとけ待っとけ。はい、黙って。来たなら来たっていうか言おうよ。いや来てたんだけど最初はなんか、はいはい、はい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 よはいよはいよ、頑張れ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 、取っていいよ。うん、さあリリースしていきたいの。頑張って頑張って、焦らないで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 。うん、これさ寝がかってんじゃねえか。ちょっと寝がかり。ママ取ってから、ママ取ってから。来た、どうぞお見せください。あ、タイのちびっこが来た。え、タイよー、赤ちゃんです。さよならする？リリースサイズですね。リリースサイズか、でもめでたいな。ほんとだ、かかってたんだね。リリースサイズですよ。めっちゃいい、リリースサイズ。はい、落として、で、そこをちょん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 しとって、そこにトントンって、うん、ママポンがいいペースで釣ってます。はいはい、上げて上げて、はい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 、おめでとう。なんかちっちゃいな、これも。な、な、なんでこの、でね、助けて、ねえ、ちょっと取らなくて助けてって、ね、自分意地悪とかじゃなくて、自分で取れて言うから取ってからやってるのにさ、自分の左手でちょちょちょ取れない。いや、刺さった瞬間取れてたって。なんしよう、もう。見せて。ちょちょ、はいはいはい、リバテープ。なんでリバテープいらないの。だいぶチョーク上がってきてるよ、これ。よし、エミちゃんが飽きたっぽいから、パパがやる。そして、ちょんちょん。お、食った。安定の一匹です。うわ、でっかいでっかいでっかい。はい、上げて上げて、頑張って、気をつけて。はーい、頑張って、外して自分で。いいサイズ。最後はぶっ飛ばすんです。釣れた、俺の帽子。あー、コハゲチャンネルの帽子が渋滞してるんだよね。
よし、無事帰ってきました。お疲れでした。片付け。お疲れ様です。釣れましたか？ガラカブが入れ食いだったですけどね。ガラカブですよ、ガラカブ。ああ出てきてます。これでフラッシングです。おお、大丈夫よ、山ちゃん。もう大丈夫。帰って自転車しよう。はい、用意していいよ。もうちょいです。キャビンがある船はキャビンの清掃があります。すいません。もしどうした。シートベルトしてね。よし、帰ろう。渋滞しながらでも帰らんと。うん、私自転車しないといけない。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。したというわけでですね、夕食の時間になりました。でも筋肉痛、お料理なんて、あら、あ、今日お魚釣ったかな。それではですね、まずはいつもの恒例の緑色のやつからいきたいと思います。あ、俺も泡飲む。よし、じゃあ入れとくね。はい、お疲れ様でした。乾杯しましょう。乾杯。皆さん今日はよく頑張りましたね。いただきます。あー、美味しい。それではですね、今日はね、もうガラカブしか釣れてません。ガラカブのお料理をご紹介してまいります。全部でですね27匹釣れておりました。お隣近所さんにもお刺身をお裾分けしてまいりまして、それでもこれだけたくさんですねあります。ガラカブのお刺身、ガラカブの南蛮漬けです。これがまた美味なわけでございます。そしてその南蛮漬けをしたから取った骨ね、せんべいになるわけですね。そしてお隣になんとこちらはですね、視聴者の中村さんから会いに来ていただきまして、お裾分けいただきました。なんかあの潮干狩りのですね、アサリをお分けいただきました。ありがとうございます。こちらはですね、キッズたちが魚ばっかりだと飽きちゃうんで豚肉ですね。そしてこちらは昨日の夜のマックの残りのチキンナゲットでございます。よかったですね。いただきます。そしてもう一品ございました。こちらもアサリといったらアサリの味噌汁でございますね。アサリ味噌汁、はい、これ美味しいですよ。これいただきましょうか。もう早速ね、よいしょ、いただきます。あー、出汁が効いとる。お、そしてですね、ご飯がやってきました。はい、何ですか。はい、音フェチ。でマックのチキンナゲットなんでしょうね。意味が分かりません。なんで、そしてあんたもチキンナゲットいっちゃいましたか。最近気づきました。こちらのですね、大将さんから出てる海鮮丼のタレ、めちゃくちゃうまいんでですね、いつか自分で釣った魚でですねこれ作りたいなと思ってたんで、こちらでやってみたいと思います。これを海鮮丼にしちゃいたいと思います。4つ入ってます。いわゆる海鮮丼みたいな味になっちゃいますからね、これかけたらね。よいしょ。これね、もう魚なくてご飯にこれだけでもいいかもしれませんね。はい、それじゃあいただきます。自分で釣った魚で海鮮丼、いただきます。うん、うまっ、最高です。うん、うまっ。こっちの方が美味しい。うん、召し上がり。はい、どういうのがいい。食べてください。はい、うん、ね、美味しい。もうこの全部いきます。そもそも全部食べれる。うん、ね、全部食べれるじゃん。 SDGs です。え、なんかヨネポンさんおすすめのこの南蛮いただきますね。玉ねぎ乗せていただきます。うん、さあ、それではちょっとこちらのアサリさんもね、いただいてみましょう。よし、いただきます。はい、美味しい。うん、酒蒸し。さあ、というわけでございまして、ゆっくり食べていきたいと思います。皆様、これまでご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。パパ。
また行きたいですか？うん、魚釣り行きたい。行きたい。お、意外ですね。酔い止めを持って行くなら。お、酔い止め聞いた今日。お、なんとキズたちがまた行きたい。珍しく。また行けるように頑張りたいと思います。うん、じゃあね、バイバーイ。